はいどうも、アットくんです。いやー、 YouTube にもいろんな YouTuber の方がいて、ゲームやったり顔出ししたりやってる方がいるんですけど、自分ってゲームも顔出しもしてなくて声だけで言ってるじゃないですか。ってことで、自分のね声はいかほどなのかっていうのをちょっとリスナーの皆さん、視聴者の皆さんにね見てもらおうと思って、みんなにまあちょっと僕の実力っていうのはどれぐらいかっていうのをねこう判断してもらおうと思って、今回声面接っていうものがね、ちょっとなんか検索したらおっていい感じにヒットしたんでやっていきたいと思うんですけど、なんか声面接とはなんか多分なんかいい感じに書いてるんで字幕を見てくださいってことでね、2つあるんで、シュガーソングとビターステップって言い続けるっていうのと、とんがりこんがり焼けたとんがりコーンっていう言い続けるっていうのがあって、まあ、その2個をしていこうと思っていくんで、よかったら最後まで聞いていってください。ではやっていこう。私が何と言ってもシュガーソングとビターステップと言わなければならない声面接へようこそ、のりっこです。それでは早速始めよう。1,2,3,4。シュガーソングとビターステップ、シュガーソングとビターステップ、シュガーソングとバタースコッチ、シュガーソングとバタースコップ、シュガーソルトとロングステッキ、シュガーソングとビターステップ、ビターソングとシュガーステップ、シュガーソングとビターステップ、バタースコッチとスティックシュガー、シュガーソングとスコッチョ、シュゲークラブとスコッチエッグ、シュゴースケッジャガー横田とバタースティック、シュガーソングとバターステップ、ビターソングとシュガーステーキ、シュガーソングとビターステップ、ホップステップジャンピングシュガー、シュガーソングのビターシュガーとシュゲークラブ、シュガークラブとバターストップ、ステップアップワンポイントレッスン、正月ストップバタートレッスン、ジュディヨングとバタースコッチ、シュガーソングとビターストップ、シュゲークラブの入部届け、シュゲースラブのステップトップ、ビターステッキとバタースキップ、シュガーソングとビターステップ、ジュディーヨングとジャガバタコーン、シャガーステップのジャガスコッチエッグとバタースティック、シュガーソングとバタースビターソングとシュガースティック、シュガーソングとビターステップ、シュガーソングとシュゲークラブ、シュガーソングとビターステップ、シュガーソングとビターステップ、シュガーソングとビターステップ、おーやったー。